重大な発表をしたいと思います。その発表はアイスプロジェクト大総括です。まだ全然想像できないんですけど、でも本当にはい、スライムガールズから頑張って本当に良かったなって思います。ありがとうございます。ちょっとめっちゃ全然信じられなくて震えてるんですけど、若い人たちがもうどんどん入ってきて、あの抜かされないようにどんどん頑張っていきたいです。まだステージデビューして1週間ちょっとなんですけど、すごいびっくりしてます。なんかすごい頑張りたいです。ちょっとびっくりして、なんかありがとうございます。上がる一心でこれから頑張っていきます。ありがとうございます。続きまして登場するのは想像してなかったので頑張ります。ありがとう。
私は本当は新潟にいた時から AJ でずっとスチームガールズを見ていて、ずっと今でも大好きなユニットだったので、本当は7月さんに行きたくて、でもパーケンにも行きたいっていう気持ちもあって、ちょっと悩みながら今まで活動してたんですけど、パーケンからスチガに上がることはできないから、ちょっとオズからのスタートになってしまうんですけど、もう絶対後悔しないように頑張っていきたいです。お願いします。すごいね、勇気のいる選択だと思うんですけど、次のね、仮面女子に上がるまたステップまで頑張ってもらいたいと思います。以上でオズとパーケンに昇格するメンバーの発表でした。